おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1164です。はい、今回紹介するのはですね、前回前々回と同じくスーパーミニプラ、こちらをね、紹介していっている続きとなります。で、一応対象物としてはスーパーミニプラの、無敵超人ザンボット3ってやつですね。一応そちらが全4種ということで、前回前々回で2つ紹介したいということで、まあその引き続きというふうになります。一応パッケージがこういう感じです。はい。こちらのパッケージに関してはね、共通となっております。表がこういう感じ。横がこうですね。まあ一応こちらの、ザンボエース。こちらとの、まあ比較ですね。こちらが約100ミリ。こちらが180ミリかな。こういうぐらいの差があるよっていう乗ってる感じですね。で、裏がこういう感じですね。こちらがザンボット3。で、こういうふうにね、オプションパーツつけたりするとこういう感じになりますよとかね。で、反対側がこうなってて、ザンボエース、ザンバードプラスオプションセット。これが前回紹介したやつですね。で、でも、組み立てまでしか紹介してないですね。で、今回紹介したのはこちらのザンブルってやつですね。で、次回がザンベースって感じですね。で、上がこういう感じ。下がこういう感じですね。で、違いはここの部分の数字と、ここですね。何が入ってるというラインナップのこれだけが違うという形になってます。ということで、今回はこちらの方の組み立てというふうになっていきますので、まあ、とりあえず中身出したいと思います。で、こちらに関しては、ここの部分が点線になってるんで、先にね、段取りとしてバリッとやって、ここをね、開いておきたいと思います。はい、段取り完了。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。前回、前々回ですね。まあ、ザンボエースとザンベースプラスオプションセット。あちらの方では一つの、まあ、袋ですね。こういう一つの袋にランナーがごさっと入ってて、それ以外に説明書。こちらの部分に、まあ、塗装済みのパーツが入ってたりとかしましたけど、今回は説明書とシールの袋。そして、青系と白系みたいなのがこうやって入っている袋が一つ。そしてもう一個こちらですね。赤系とグレーと、まあ、黄色も入ってますよね。あとクリアパーツが入っているということで、一応、まあ、パーツだけでも2袋使ってるって感じですね。一応それプラスガムという感じになってます。で、まあまあね、前回前々回のやつを見ていただいたらわかると思うんですけど、パーツごとざっと並べまして、まあ組んでいってっていう感じになると思います。一応説明書のね、一応順番通りですね。まあここで今ちらっと見て、まあ書いてあるのが一部肩ですね。肩から始まってて、なんかなんだらかんだら、あって完成するという感じになっていくみたいなので、そういうふうにね、パーツごとに全部準備して、ね、並べていくような形になると思います。で、最終的に、いろいろね、ギミックっていうのは多分、まあ、後々やっていくと思いますんでね、合体前とかね。なので、一応今回は組み立てをメインという形にしていきたいと思います。ということで、こちらね、袋から出してパーツごと、まあ、切り離しして、まあ、全部ね、準備していきたいと思います。はい、パーツの方準備できました。一応ですね、こちらが、まあ、今回ザンブルで必要なパーツですね。まあ、一応こちらが、まあ、腕みたいな感じかな。で、手首パーツ。これがボディと肩パーツって感じですね。で、ここに置いてあるパーツ。これ何かっていうと、後々ザンボット3で使う時の二の腕のパーツとなってます。一応、組み立ての説明書の順番通りに一応準備してあるんで、一応置いてあるという形となってます。ということで、まずベースとなるこちらのパーツですね。こちらのところに、この辺のパーツを組み付けていくと。ただですね、組み付ける前にこちらの大元となるベースのここのところにこのパーツ、こちらをここに差し込んで配置してあげます。そして下のこの穴の部分にこのグレーのパーツを差し込んで、こういう感じの動きをするようにしておきます。これができたら、こちらのパーツをここの内側のところにこうやって配置してあげますよと。で、一応レールになってるんで、ここのところにしっかりと差し込んで、ピンが下になるようにこうやって配置してあげます。で、これが段取りできたら、ここで繊維のガッチャンコという感じで、こういう風にくっつけてあげて、これが後々肩パーツになるやつですね。これができましたと。そしたら説明書の順番では、一応ここのね、後々二の腕になる部分ですね。これを組み立てていくんで、こちらに移りますと。で、こちらに関しても同じくベースとなるパーツ。これでいいのかな?こちらのところに、まあ、ここにパーツを作るんですけど、先にこれですね。これを組み立てますと。で、これ形状ですぐわかると思うんですけどね。こういう風に差し込んであげるっていうのがあるんで、これまあ肘の関節になりますよ。で、こちらをここのところにこうやって配置してあげて、まあ、ここでこう曲がってこう曲がるっていう確認をしておかないと、これ組んでしまったら直すのちょっと大変だと思うんでね、一応その可動域だけ確認しておいた方がいいと思います。で、これの上のところにこの、まあ、後々ね、差し込むためのパーツっていうか、この受け口となるパーツをここに配置してあげて、こいつで蓋を閉じますよと。はい。で、こういう風に逃げることがありますね。で、これ逃げたら困るんで、
やりにくければ、まあ、どっかからね、ランナーとか、プラ棒とか持ってきて、サポートしてあげた方がいいかなと。一応こういう風につけれますと。で、こちらのところに差し込んでこうやってやりたいんですけど、これ最終的な合体を先にお見せするとこうですよね。ちょっと内側に入っちゃうんですよ。なので、こちらのところに、この、受け側をね、ザクッと刺してしまうと、今度これ外からこう、ガチャンとはめれないんで、非常にこの形状、やりにくいです。なので、サポートさせるためには別な棒をね、用意してやった方がいいと思います。あとはね、爪楊枝かなんかでちょっと、ひねったりとかね、する方がやりやすいかな。で、一応このパーツはできましたけど、今回合体には関係ないんで、避けときます。で、次にこちらのね、青いパーツ、これを組んでいきたいと思います。まず、こちらの、ここの下の部分に、このパーツですね。まあ、これを差し込んでいきますよと。で、その際に、こちらの内側に、こう、四角くへこみがあるんで、これが後々ここに刺さりますと。なので、こちらの平らな方がこっち側に、このように差し込んで、これでもう蓋をしてしまうと。はい。こういう感じですね。これで、まあ、手首を受けるための受けパーツが入りましたと。そしたら、ここに手首パーツを入れるんですけど、これ手首いっぱいあるんですけどね。一応、こちらと、これかな。この二つを合体させて、これでグーですね。はい。握り拳ってやつができました。それ以外に、こういう風にあるパーツで作っていきますよと。一応、こちら。ここのところに親指パーツを入れてあげて、で、こうだ。こうですね。そして、これが手の甲のパーツ。手の甲のパーツのところにこいつを差し込んであげて、一応こういう風にしてあげるよと。で、こちらのところに、このパーツを差し込んであげて、はい。親指と手首の可動部分がこういう風になりますと。で、これの先ですね。例えばこちらをここのところにこう差し込んであげると、はい、これで武器持ちになりますし、こちらを差し込んであげると、指差しっていうかね、こういう感じになるという感じになってるんで、人差し指から小指の4本、こちらがワンセットになってる手首パーツがあると。なので、親指だけ、まあ、指定になってるよと。で、一応今回ザンブルで使うのはこの平手っていうかこのパーツなんで、これを用意しておきます。そしてこれができたら、こちらのパーツですね。これとここでガッチンコと。はい。こんな感じですね。こういう形で段取りしておきます。なので、他の指ですね。あとこちらのグー。これは使わないんで避けときます。はい。そしたら次に、こちらの赤いパーツですね。これを組んでいきます。で、一応この赤いパーツ。こちらが、まあ一応こっちが確か外だったかな。これに対して、こいつをここに差し込んであげて、そしてここでこうロックしてあげるという感じかな。そして最後までグッとね、一番奥まで力入れて、こうやって奥まで差し込んであげます。で、本当はここでこの中央部分のパーツを作るんですけど、先にもうこれ組んでしまった方が楽なんでね、組んでしまいたいと思います。こちらのピョンと出てるここですね。ここの部分にこのパーツをつけるんですけど、先に肩アーマーというかね、これがつかなきゃいけないんで、こういう風に配置してあげますよと。逆だこれ。こうですね。何が違うかというと、一応こちらの面とぴったり合うようになってるんで、それで合わせてあげて、ここにくっつけてあげますと。して、こちらの穴のところにこいつを、ここで差し込んであげて、で、ここのところに引っかかる部分があるんで、こいつをそこのところにプチンと。これバチッて入るっていうのも本当に軽く引っかかってるだけなので、ちょっと弱めですね。これでこのパーツができましたという形になるんで、この二の腕パーツは使わないで避けちゃいます。なので、反対側ですね。反対側も同じく二の腕パーツも組んで、これと同じ形をちょっとね、ささっと作ってしまいたいと思います。はい、もう一個できました。ちょっとね、手首の向き違いましたけど、一応同じような形になってます。で、あと、今ここにね、並んでないですけど、二の腕パーツ。こちらもね、全部作ってあります。ではですね、一応説明書の方でちょっと飛ばしてしまった中央パーツ。まあ一応説明書の方で言うと、一応腹部と腰部ってなってるんで、そのパーツですね、それをちょっとさっとね、準備してしまいたいと思います。はい、パーツの方準備できました。こちらが胸部。こちらが腰部。そして、キャタピラと、その中央パーツ。で、こちらがコックピットですね。で、こちらがザンブルの時用の、まあ、中央パーツって感じかな。で、こちらが合体時用のパーツなんで、一応残りのパーツ全部出たという感じですね。はい。では、これから組んでいきたいと思います。まずは、こちらがベースですね。このベースパーツ。こちらの、一応このピンが外になるように持って、平らな面をも、まあ、こちらに向けてこのパーツを、ざっくりと差し込んであげる。そして、この下の部分に、このパーツを差し込むと。これに関しては形状合わせですね。で、これができたら、もうここで閉じてしまって OK です。そして側面。こいつを横から差し込んであげるよと。
こちらも同じく差し込んであげて、はい、これで胸部パーツっていうかね、これができたと。そしたら次に腰部、腰ですね。腰パーツ、これが中央です。こちらのへこみがある方が奥、まあ後ろですね。で、こう見ていただいて、こちらのところに、今度ね、後ろのパーツを先に差し込んで OK ですね。はい。で、これできたら、ここの下のところにある穴ですね。ここに、このパーツを、まあ、同じく形状合わせでつけてあげますよと。下からザクザクっと刺す感じですね。で、刺してしまうと多分、このフロントパーツがつかなくなるような感じがするんですけど、一応隙間開ければ入りますね。はい。一応こういう風につけてあげるよと。なので先に、こいつとこいつは、もうここでくっつけてしまうと。で、それから、ここに差し込んであげるっていう、やり方の方がいいんじゃないかなと思いますね。で、こちらに関してはちょっと、入れにくい時ね、無理にするとね、こう、白く白化するんでね、あんまりきついなと思ったら強くやらない方がいいですね。で、一応こちらができたら、この中央部分にこう、L 字のマークがあるんで、これとこれ、形状合うようになってるんで、まあ、これで形合わせでつけてあげると。で、ちょっと裏側なんでね、ちょっと差し込みがわかりにくいと思うんで、もし刺す時にあんまりにも硬いとかね、きつい時には同じく白化が起こる可能性があるんでね、それは無理しないで裏の形状とかを確認してつけてあげると。これでこのパーツができたんで、これとこれをここで合体させるよと。はい、できました。で、これできたらここの上のところに先ほど組み立てたこちらの胸部含めの腕パーツ、これをここのところに差し込んで、こういう風に上げますよと。はい、こういう風にできましたら、これを内側の方にグイッと倒すと。で、倒すんですけど、先にこちらのこのパーツ、これを使ってこの辺のパーツをこうだねこうくっつけてあげて、まあ中央部分をまあある意味補ってあげるって感じかな。で、一応こういう感じにしてあげまして、こちらに開きっていうか、これも調整してピタッと合うようにするかな。それで内側の方にグイッと倒すんですけど、ちょっとここの根元が抜けやすいですね。これ後々変形で関係ないようだったらもう接着した方がいいと思います。で、一応こういう風に内側の方にこうやって寄せてあげたら、こうですね。一応これがまあある意味手法みたいな感じかな。ちょっとね、これ外れやすいんですよね。これもちょっと気になるポイントの一つかな。これもうちょっとね、パチンっていうこういうはめ方っていうのも、なんか中でねザクッと刺すみたいなね、そっちの方がいいかったかなって感じがしますね。はい、一応こういう感じにしました。そしたらここのところにコックピットとキャタピラをつけていくんで、こちらを組むと。で、コックピット部分に関しては、この赤と赤のパーツをガッチャンコして、コックピットカバーみたく青いパーツをつけてあげる。で、上のところ、ここ、赤いやつに黒い線ですね、入ってるシール。これは貼ってあります。なので、これ赤に、ちょっと色違う赤に黒線入ってるシールなんで、塗れる人はこれ、ラインだけ塗っちゃってもいいかなと思います。で、これができたら、先ほど組み立てたこいつの、ここの下のね、2本ピンがですね、こことここにある上のピンのところに、こいつを差し込んであげると。はい。こういう感じですね。そして、キャタピラパーツを、こいつを側面にある、一応ここかな？一応ね、2箇所あるんですよね。こちらの長い方と短い方。こちらの短い方にこいつをこう差し込んであげて、で、こうですね。で、これのここのところが、こちらのこの出てるピンですね。こいつに刺さりまして、これでザンブルが完成するという感じです。はい。で、こちらのパーツに関しては、ここの部分で、こうやってくっつけて、まあ、後々合体するパーツなんで、これもなくさないように注意ですね。が必要になります。はい。一応、今回のね、ザンブルに関しては、なくさないようにしなきゃいけないパーツっていうのが結構ありますね。ガサーッと出すとこういう感じですね。一番大切なのが、こちらの二の腕パーツ。そして、まあ、前回紹介したね、オプションパーツ。まあ、一応武器ですね。それを持たせるための手首パーツっていうか指のパーツが何個かあったりするんでね。一応グーは最悪なくしても、まあしょうがねえかなって感じだと思いますけど、武器持ちはね、なくしたらちょっと大変なことなんで、その辺の管理。まあ、中央のこのパーツ、二の腕パーツ。まあ基本的に全部なくさないっていうのがね、重要なんですけどね。一応こういう風にちょっと必要な重要パーツっていうのがあるんで、ちょっと管理が必要になるっていうのがちょっとめんどくさいポイントかなと。一応こういう感じですね。まあ、キャタピラに関しては転がしてはないんで、まあ、こんな感じかなと。ただ、コックピット。こちらがね、クリアパーツ使ってたりとかするんで、見た目はいいかなと。ただ、やっぱ一点言えるのが、こちらのね、接続部分のこの青いやつ。これがちょっと片側抜けやすかったんで、後々ね、変形させた時に、まあ、これ、可動関係ねえなと思ったら、もう接着しちゃっていいかなと思いますんでね。それまでちょっと様子見で、一応持っていようかなと思います。はい。ということで一応今回はザンブル、こちらの方のね、組み立ての方を紹介していきました。はい。ということで次回ですね。次回は最後の組み立てですね。ラインナップの4番、ザンベースかな。
こちらの組み立てを紹介していきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。